はい、どうもです。親父のね、お昼ご飯、晩ご飯の時間でございます。まだ夕方。でももうあれか、6時近いかな。今日はもう暑かったんでね、おそうめん。どちら様だったかな？なんか、美味しいそうめんの茹で方みたいなのを見て、それでやってみた、初めて。茹でるっていうよりは、まあ、茹でてるはいるんだろうけど、なんだっけな。蒸すやり方ね。なんかくっつかなくなるとかいろいろ言ってましたけど、いただきます。ちょっと失敗したかな。やばいな。ちょっと柔らかい感じはする。まあそもそも固めが好きなんで、ひょっとしたらこれが通常の硬さというか柔らかさなのかもしれません。わさびでいただいております。メージング。ただ牛丼作った余りがあったんで、シャウエッセン残り入れて牛丼弁当と。だし巻きをちょっと作ったわ。熟熟のだし、だし巻きではないな。巻いてない。熟熟で作りたかったんで、ちょっとね、だしを多めに入れたんだけど、どうかな。アメージング、アメージング。一応、じわるわ。もう少し甘くてもいい。私的には。素晴らしい。素晴らしいぞ。おいしいおいしい。よかった。そうめんおいしいな。もっと暑い日があって、その時食べたかったんだけどさ。今日はそれに比べるとまだ。しかも。長いな。あとあれだば、あれがダメだったんだ。そうめんを締めるときに氷水で冷水使ってくださいって言ってたのさ。氷がもったいなくて、流水でやったからしっかり締まってないんだこれ。今日もお休みだったのよ。珍しく土曜日休みでさ。で、朝から部屋の片付けと、お肉美味しいんだよ。味付けはすき焼きのタレだけなんだけどさ、お肉はアンガス牛。なんか入れたかな？お肉焼いて、何も入れてない。シャウエッセン高いけどやっぱり美味しいわ。全部美味しい。で、今日は外も今晴れてんだけど雨なのよ。雨だったの。なので、断捨離作戦。衣服？まあ洋服とか、
靴下とかいらないやつを。片付けて、もういらないのは多分売れないから、少しダスターかなんかでちぎ切って、あとちょっとキッチンの掃除してたわ。で動画撮ってた。うん、そういう一日でした。全然くっついちゃうから、やっぱりぬめりも洗うのはしっかり洗ったんだよな。うん、なんかやっぱちょっとダメだね。うん、美味しいのは美味しいんだけど、見たようなのとは違う出来になった。やっぱり牛たまに食べるから余計美味しいな。うん、イメージング。でも量も安かったんだよね。500円ぐらいで。何グラム入ったかな、400、うん、覚えてないな。結構入ってたから、結構楽しめてる。卵も3つ使っちゃったから全部食べちゃダメだな。うん、だし巻きうま。お、とりあえずここら辺までにしますか。うん、今日はねそうめん食べたかったんでそうめん作ったんですけど、うん、やっぱ暑いからね、冷やし中華もちょっと食べたいんだけど、冷やし中華手間じゃない。ハムとかチャーシュー、きゅうり、もやし、まあ、きくらげとか、まあ、お家によっていろいろ変わってくると思うんですけど、下準備的なことがさ、すごい多いから、一人暮らしでやるにはちょっとめんどくさいかなというふうには思ってるんですけど、うん。でも安い冷やし中華あったら、買って作ってみようかな。うん。割引とかでね。というわけでね、ご視聴の方ありがとうございました。それではまた。バイバイ。